福岡ソフトバンクホークス対この場面で打席には山川が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたい。初球打ち茂木抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁と変わっています。そして打席にはウィーラーが入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にランナーを背負った場面です。まあここを抑えることで勝利がぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。なるほど、そうですね。このピンチ空振り三振に切って取りました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。2番バッター茂木、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。バッターライナー掴んでアウト、これで3アウト。試合を制したのはソフトバンクホークスです。